屏風の虎昔々一休さんというとんちで評判の小僧さんがいました一休さんのとんちの評判を聞いて殿様がお城に一休さんを招き入れました「早速じゃがそこにある屏風の虎を縛り上げてくれぬか夜中に屏風から抜け出して悪いことばかりするのでほとほとこまっておったのじゃ」 もちろん、屏風に描かれた絵の虎が出てくるなんて嘘に決まっています。しかし、有名な絵描きが描いたのでしょうか。屏風に描かれた虎は、牙を剥いて今にも襲いかかってきそうでした。本当にすごい虎ですね。それでは、縛り上げてご覧に入れます。縄を用意してください。おお、やってくれるか。 はい、もちろんですとも。一休さんはそう言うと、ねじり鉢巻きをして腕まくりをしました。そして家来が持ってきた縄を受け取ると、一休さんは殿様に頼みました。それでは、虎を屏風から追い出してください。すぐに縛ってご覧に入れます。それを聞いた殿様は思わず言いました。何を言うか。 屏風に描かれた虎を追い出せるわけがなかろうが。すると一休さんはにっこり笑って言いました。それでは屏風からは虎は出てこないのですね。それを聞いて安心しました。いくら私でも出てこない虎を縛ることはできませんからね。それを聞いて殿様は思わず手を叩きました。あっぱれ あっぱれなとんちじゃ。褒美を使わすから、また来るがよいぞ。こうして一休さんは、たくさんの褒美をもらって、満足そうにお寺に帰りました。おしまい。